皆さん、今日も一日お疲れ様です。本日も、ゆかりが最新ニュースをお届けします。世界各国で中国の感染が広がる中、日本でも感染が拡大を見せています。そこに目をつけたお隣が、日本も感染に関しての汚染地域として指定すべきといった意見が出ているようです。ただ、そのお隣の言い分に、思いっきりブーメランとしての現状が突きつけられたようです。もう失笑レベル。日本の感染拡大にケチをつけてきた記事から紹介していきます。記事によると、お隣の外交部の官業法長官は18日、中国の感染拡大と関連して中国からの要請がある場合、お隣の医療人派遣を積極的に検討するとの考えを明らかにした。官長官はこの日、国会外交統一委員会で、中国には感染者が対応困難なほど多いが、我々が医療人を派遣する可能性はあるのかというシム・ジェゴン議員、与党ともに民主党の質問に対し、まずは我々が提供することにした現物を引き続き支援しているとした上で、上記のように述べた。ともに民主党のチュンスク議員は、同日、国会保健福祉委員会全体会議に出席したパクヌンフ保健福祉部長官に、日本での市中感染者が増加しているとした上で、日本も中国などと同じく汚染地域に指定すべきではないかと指摘した。これに対して、パク長官は、日本の防疫対応能力を見ると、十分にうまくやっていると推測しているが、市中感染の事例がさらに増加すれば、別途の措置を取ると答弁した。WHO から18日時点で発表されたレポートを見ると、中国以外では、シンガポールが77人、日本が65人、お隣が31人、タイが35人とのこと。人口比で見てみると、お隣は、この判明文で、日本を優に超えているのですが。ただ、発表の、翌日の19日午前、驚くべき数字が発表されたそうです。なんと、お隣の感染者が、新たに15人追加で発生したとのこと。記事によると、疾病管理本部中央防疫対策本部は、19日午前9時基準で、中国の感染による患者が15人追加発生したと明らかにした。これに伴い、お隣の感染患者は46人に増えた。疾病管理本部によると、新たな患者15人のうち13人は、テグ、キョンサンブクド地域で確認された。このうち、11人は、31番目の患者と関連があることが確認された。患者と同じ教会に通っていた人が10人、病院内での接触者が1人だ。残りの2人は、関連性の確認を進めている。また、20番目の患者の接触者で、自宅隔離中に症状が確認された11歳の娘が陽性判定を受けた。プンダンソウル大学病院で隔離治療を受けている。ソウル、ソンドングでは、43年生まれの男性が陽性判定を受け、国立中央医療院に隔離し治療中だ。疾病管理本部は、テグ地域に特別対策班を派遣し、該当自治体とともに緊急防疫措置を実施している。患者別の番号などは後で案内する予定だ。大統領は数日前に、政府のことを信じて通常の活動をしろって言ってたよな。通常の活動をした結果が感染拡大なんだけど、本当にその場しのぎの発言しかしないな。この後に及んで情けない。他国のこととやかく言うより、自国から感染防止を徹底するべきではなかったのか。現在は51人ですね。今日19日だけでプラス20人。感染者お隣で新たに5人の感染確認、計51人に。感染の防疫に成功してすでに安定化しつつあると発表しかけていた無能政府はどこの国の政府でしょうか。大統領が放送で言っていたこととぴったり反対のことが起こっていますね。とても切なく悲しい現実に言葉が出ません。国民として胸が痛いです。お隣では、19日午前に15人、その後5人が追加で発表されて、
1日で感染が判明した人数が計20人となったとのこと。18日の時点で31人だった感染者が19日の時点で計51人となったようですね。日本は65人で、まだまだ数字としてはお隣より人数は多いですが、超えそうな勢いを見せているように感じて仕方ないです。お得意の情報操作でその人数も本当かはわかりませんが、日本を汚染国にしようとしておきながら、実は日本より患者が多く汚染度合いがひどかったといったようなコントを今後見せてくれるつもりなのかな。それはさておき、各国を見てみてもシンガポール、日本は感染者が多いという事態は変わらないです。日本もシンガポールも人口密度の高さから感染が広がりやすい国とは思うので、手洗い、うがい、マスクの装着など予防策を念入りに今できることをしていかないといけないですね。ゆかりもそろそろ花粉症の時期で鼻がムズムズしてきたので、花粉症の予防も兼ねて対策を心がけていきます。皆様もお体お気をつけくださいね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？今後取り上げてほしいニュース、情報などあればどんどん教えてください。みんなと一緒に楽しいチャンネルを作っていけたら私も嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。